こんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、早坂、早川聖良さんお疲れ様でした。2020年7月1日水曜日、この時間は私、テレビ東京の佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。なんかさっきツイートとかに、2時半過ぎぐらいに、巡ろうとかいろんなところで、どでかいご音がしたっていうツイートが出てて、それがもう、結構、神奈川とか、大田区とかまで、ツイ、ご そんもう空から下って言っててでまだ原因わかんないんだけど、なんか目撃証言によるともしかしたらどでかい流れ星が落ちたんじゃない？下級って言われるの？みたいなニュースもニュースっていうか。まあツイートしか出てないからわかんないんだけど、それだったら見てみたいけど。まあ事故とかじゃなきゃいいな。っていう風に思いながらそんなこともあるんだなっていうのが今ツイート上で出てるっていう、えー、それさっきのまあさっき見たものなんですけど、そして7月1日、今日から下半期ですよ。 上半期のク間を振り返ってみたんですけど、先ほど。ラジオ的に言うと日本放送で夜の帯番組を担当。<laughs> もうドリームエンターテインメントを担当したんだけど、これさ、もう昔の出来事だなって思っちゃうよね。2月の出来事って。で、それ1週間やって、あとまあまあこの番組が改変を乗り越えて4月に来れたっていうのという人事がありつつ、あのー、<laughs> これ本当にでも2月の出来事って、もう1年以上前の出来事みたいに思うね。やっぱりこの、この2、3ヶ月ぐらいの出来事の強烈さで、なんか天地がぐるっと回った感じがするよ、ほんと。下半期どうしようかなと思ってんのが、まだ青春高校のドラマ放送してないからね。<laughs> 本当は、もう終わってる予定だからね <laughs>。あの <laughs>、4月スタートで、もう終わってて、7月から、あドラマ終わったなーっていう感じだったはずなのよ。まだ俺、脚を直してるからね <laughs>。だって、違ってきちゃってんだもん。放送いつなのかわかんないんだもん。10月なのか1月なのかも。なぜかというと、4月クールのドラマもまだ放送して終わってないのよ。あの中断してるし。で、それも再開してないから、ドラマがいつ始まっていつ終わるのかわかんない。 要はさ、星野源さんのドラマとかもさ、4月スタートだったのが今週スタートだったわけでしょっていう状態になってから、まだ俺の青春国のドラマもうどこ、いつ放送するかわかんないわけ。だから、夏服なのか冬服なのかもわからない。<laughs> どうすればいいのこれ <laughs>。わかんないね、ほんと。一回冬服で4月だから、えー、っと、冬服で撮ってんのよ。で、夏だったら嫌だなと思いつつ、このまま冬になっていくのか、そしたらあの、 1>, 1話と2話とかの間で一切年取った10代が出てくる可能性もね。<laughs> まだ取ってないのもあるし、これどうすんだろうなっていうのがあるな。だからさ、今思い返してみると、俺2月に魔獣歌のライブやってんのよ、埼玉スーパーアリーナで。その時は、あの、コロナが出てきたかなぐらいの時期でまだやれたんだけど、1万7000人ライブでできたのって夢のようだよ、本当に。遠いく昔の出来事。 で、プライベートでは、あのー、プライベートではね、これね、あの、国内旅行に行けんのか行けないのかがもうわかんなくて、で、奥さんが、あの、でもこの時期にコロナとかで行けないと、結構大きなことよって言うからなんでって言ったら、いや、あなたちょっと甘く見てると中学生の娘は、この一年を逃したらもう家族旅行なんて行かないよって言われて、 はああ、そうだと思って。よく考えたらさ、俺も、か、親父とかお袋と旅行行ったのって、中3が最後なのよ。高校になったら行かねえから、で、そのまま、俺はお前親父早くなくしてるから行けない、行けてないのもあるけど、そう考えると、うち娘中2なんだけど、まだ行ってくれるわけよ。で、今年コロナで行けない。そして来年もし行けなかったら、もう終わり。<laughs> 1> 中1の最後の旅行がもう家族旅行。娘と一緒に行けなさいから。こっからさ、だいたい行かないでしょ ?10 代は。 ダサいと思うでしょ親と旅行が。<laughs> 親との旅行、ダサいと思う時期に入るでしょそれでその後、20代ぐらいになって、まあ金出してくれんなら一家時期になって、さらに俯瞰で見て、親孝行で行ってくれる時期に変わるでしょそれまで遠いよ <laughs> だから今、あの、この1年1年の家族旅行ができない時期ってのはすごいでかいのよ、これ。<laughs> あの、だって沖縄にさ、晴れ暮らにとかできたじゃん、ハワイのホテルの。あそことか行ってみたいなって、ちょうど家族で話してたんだけど、もう行けないからね。行けてないからねっていうのもあるね。で、ディズニーランドも再開したんだよね。えー、っと、7月に入ってから。で、ディズニーランドってさ、あのー、家族で行くんだけど、それも思い返してみたら、よく考えたら小学校の頃に、 あの娘とは言ってたわけ。で、これ、子育てしてる人んだけあるあるかなえディズニーは、大体、小学校低学年から中学年ぐらいまでは子供は行ってくれるで、東京に住んでると、大体、高学年ぐらいになってくると、父親いらなくなるのよ。邪魔だから。友達数人と、誰か一人の親がさえいれば行ける時期になって、で、今中学でしょ友達だけで行けるわけ。でも、そうなるとよ。 もうディズニーについていくのを諦めて、USJ の力を借りるかな <laughs> <laughs>。USJ はやっぱり東海道新幹線に乗らなきゃいけないから、まだ、あの、父親が、あの、それはお父さん行かないとダメだろうって。言ってられるから。だからね、それがまたさ、コロナのせいでさ、USJ にも行けないじゃん。だから、この一年一年をさ、コロナが憎いよ。<laughs> <laughs> そうかん。え 関西だと逆か。関西だったら USJ は子供だけで行けるじゃん。で、ディズニーは親がついていかなきゃいけないじゃん。だからそう、それが東京と、あの、大阪は多分逆になると思うのね。うん。だから、俺は、早くコロナが、ある程度就職して、娘が、まだ、親、俺と一緒に USJ 行ってくれる時期に、思い出を積み重ねたい。<laughs> あと1、2年経ったら終わり。<laughs> 浅草の花屋敷とかはね、子供と行ったこと全くないな。ロケでしか行ったことない。基本的にはロケをやらせてくれる場所っていうイメージがあって、あとは遊園地で言うと、とにかくロケをやらせてくれるっていうの意味で優しいのは、もう転園されちゃうのが残念だけど、豊島園と、あと、もうとにかくどんなロケでも OK なのが読売ランドね。でもそんな何もかも許してくれる読売ランドで、ほぼ土下座に近い支えをしたことで有名なのが僕です。<laughs> これは、あの、たまに話してるんだけど、あの、読売ランドって、有吉の壁の最初のロケも、多分読売ランドでやらしてくれるぐらい、何でもやらしてくれんのバラエティーの。なんだけど、キングちゃんっていう千鳥っやったロケの番組の時に、普通に収録の時に、えー、ボケで、スプリンクラーの下でタバコを吸うっていう、大悟がね。<laughs> そのボケがあった瞬間に、あの、活担当者の人に、はい、ロケ中止って言われて。中止中止って言われて。 ダメですって言って。あ,あ、違うんですボケなんですけど、ボケでもダメです。そゃそうなの。そゃそうなの。しかも大国も気づいてなかった、単純に。それぐらいの軽いボケだったんだけど、めちゃくちゃ怒られて、ロケが1時間ぐらい止まって、ちゃんと謝罪したっていう。<laughs> 大人の謝罪をしたっていうのでおなじみ。だからあれだなもうほんと。年前が閉まるのがも本当に寂しいなっていう風に思うけど、だから閉まる前までにもう1回ぐらいロケやりたいなっていう風に思ってますね。 それでは今週も始めていきましょう。改めましてこんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。毎週水曜日のこの時間は、佐久間信之のオールナイト日本ゼロをお送りしています。今日は東京都知事選挙政見放送のため、日本放送では3時55分までの放送となります。そして、その直後、3分後ぐらいかな、西日本放送と南海放送とお別れになります。<laughs> 残念だったな。<laughs> 一緒に、一緒に、なんかね、別れられればいいんだよね。3分後に。あと、そうそうそう。 あの、エンタメニュースってわけじゃないんだけど、あの、この番組が最近ほら J リーグついてるじゃないそれがわかんないけどさ、J リーグ再開したのかなそれで、キングカズのラインスタンプ出たの知ってるみんな <laughs>。キングカズのラインスタンプが出て、J リーグと友達になれるともらえる無料のスタンプなんだけど、別になんでキングカズなのなんでキングカズだろって言うんだけど、無料でもらえるのよね。カズダンスの決めポーズもあって、あのー、すごくいいです。 これね、友達との間で使っても、特におじさんは喜ぶ、あの、すごいバブル感漂うスタンプなんで、それがね、使い勝手がいいんでね、これね、無料で使えるんでね、皆さん J リーグと友達になって、<laughs> <laughs> J リーグと友達になってスタンプ手に入れてください。<laughs> ということでメール募集しましょう。今日はですね、遊園地の話を送ってもらいましょう。遊園地の思い出、行ってみたい遊園地などなどということで、メールが来てます。ラジオネーム、たたたのた。ドラマが放送開始にならないと、主題歌もお披露目されないってことですよね。 歌詞は季節に合ってるんですかあ <laughs> あー、これで、ね、主題歌も確かに秋元さん書いてたんだよ、もうすでに。まだ撮ってた、ったりしてないけどね。もう今はちゃんと覚えてないけど、うん、ドラマに密接に繋がってたような気がするから大丈夫なような気がするけど、桜って入ってた気もしないでもないっていう。<laughs> そうだなぁ、どっちだったっけなぁ。あと、これ福田は、あの、放送されない限り脚本のギャラが払われないから。<laughs> まで経っても笑われてもれないっていう <laughs> <laughs> いうや、そうなんですよ。これ、こういうことが多分ね、多分続発してるんですよ。いろんなところで。これは、放送だな。あの、そうそう。だから、あの、MV 撮ったって言ってる好きですってやつはドラマの主題歌じゃないので、あれは、えっと、普通にシングルとして7月のお尻に、あの、リリースされるんで。あ、その話で、一瞬だけその話していいあの、その、 さあ、もう明日から聞いたんだけど、も言っちゃうんだけど、なんか、そのリリースを、あの、記念して、なんか、ラインライブの、なんか、生徒38人いるんだけど、青春高校って、十八時間、1時間ずつ担当するリレーラインライブみたいなのをやろうみたいな話になったんだって。レコード会社と。でもいいじゃないですかって言ったら、三宅、うちのね、イケメンディレクターの三宅ね、青春クソ野郎三宅から連絡が来て、佐久間さん八三38時間って、中途半端じゃないですかみたいな。48時間で2日間っすよ、 二日間やりましょうよ、みたいな。って言われて、もう分かった分かったっつって。じゃ、じでも生徒38人しかいないんだけど、どこで10時間すんだよ、つって。それはなんか俺たちで繋ぎましょうよ、とっ、つってんの。金曜からさ、二日間さ、やる中で生徒が一時間ずつ繋ぐさ、空いたとこのどっかをさ、急におじさんがラインナビやるってわけわかん、わけわかんなくない <laughs> 見たい <laughs> その、 十、十人以上おじさんが繋がなきゃいけない、どっかで。どうせしかもさ、十代ができない場所だから、夜中でしょそれ急にさ、十代のアイドルがさ、アイドルっていうかアイドル部の子とかがさ、あれがなんとかさ、ありがとうございます、なんとかありがとうございます、ここまでは誰々した、したって言ったと、急にさ、どうも佐久間とも雪ですっ言ってさ、 誰々さんニュースありがとうございますみたいな、ありがとうございますみたいな。<laughs> 1、2時間ならわかんのよ。1、2時間足りないからおじさんが伸ばそうはわかんの。210時間伸ばそうとしてるな、あいつ。だ、もう何でも伸ばすからさ、あいつ。<laughs> これはもう本当に、ラジオを通した普通に後輩へのクレーム。<laughs> しかもさ、金曜からやるっていうのよ。金曜から。金曜から日曜までの2日間やるっていうのよ。 そこの週末のおじさんなんて辛いぜ四 <laughs> 分の一おじさんだぜ <laughs> おじさんかどうかわかんないけどね。まあもちろんおばさんのスタッフもいるけど。<laughs> いや、マジでど、で、まだ、どの時間急に回ってくるのか知らされてないのよ。やだよ。それはね、もう三宅がね、決定しちゃってんの。押し切ったの。38時間じゃなくて18時。定例会議中も、定例会議中多分生徒がやるか、もしくは定例会議中も、 あの、夕方の五時、土曜の夕方の五時、青春高校の定例会議の福田とかみんなでやってるね。そこがラインライブになる可能性あるよ。<laughs> 急に。嫌 <laughs> なんだよ。おじさんたちのさ、定例会議急にラインライブで来てさ、急にみんなでさ、誰々さんニュースありがとうございます。な <laughs> んとかさんポイントありがとうございます <laughs> みたいな。ラインライブってそういうやつでしょコメント読み上げるでしょそれは、それは辛いよ。いや、だから見分けが10時間やればいいんだよ。<laughs> えー、メール来てます。ラジオネーム、おはぎの剥がし。このラジオの上半期情報としては、放送中にミキサーのタクが壊れたのが思い出で、ざったあれ大事件だよね。喋ってる途中にピーっと音が鳴り始めて、で、Q ボタンも打てなくなって、で、マスターから直で操り始めたんだよね、ここね。で、その間、一回、その、ブースの方のスタッフが全員誰もいなくなるっていう。<laughs> 俺が誰に向かって喋っているんだという状態。 こう、あ、そう、それでシーナリンゴの曲が2回流れ始めたんだよね <laughs>。<laughs> あったなあれさ、俺は、そういうことちょくちょくあるのかなって勝手に思っちゃったのよ。もう俺は1年目で起きた事件だから。でも、なんか、何十年に1回の事件だったらしいじゃん。それが俺で起きたんでしょ <laughs> なんで俺で起きんのよ。<laughs> そうだわ。あったあった。そんな出来事あったなえー、続きましてメール来てます。 大田区大田区ラジオネーム、カリパク、傘カリパク。佐久間さん、大田区に住んでいるのですが、いつも通りバイクの爆音はしますが、そんな音は聞こえませんでした。まさか、暴走族が一斉に動き出したんじゃないですか <laughs>。ちょっと待ってくれよ。もう今、ツイート見たらもう爆発音っていうのすごいよ。っていうか、大田区って何族の爆音がこんなに積の <laughs> そんな土地なの未だに。<laughs> <laughs> そうなんだ。へえー。あのー、今週っていうか先週から今週かけてつらつらね、ちょっとした事件が起きてて、ま、一個は、あの、今週の日曜日にね、テレ東無観客フェスっていうのが、ま、先週土曜からやってるんですけど、あの、テレビ東京が池袋に劇場を作ったけど、このコロナで全くこけら落としができなくなって、急に、あのー、僕がいる部署に、 と、一週間ぶっ続けてイベントやってもらえませんかって発注が3週間前に来るっていう <laughs>。で、それの7月5日を担当してくれって言われて。で、他の曜日はね、あの、番組だったりするのよ。都市伝説とか。今日やったのに勇者、あーとかね。で、他も、他の曜日も演劇をやりますとか、えっ、ー、と、性教育についてやってくださいとか、発注は来てやってんのみんなよ。俺だけ、佐久間信之企画って書いてあって、自由って書いてあって。自由って言われても何の用意もしてるの、3週間前に。 どうすりゃいいんだと思って、とりあえず、どんな企画でもできるであろうアンガールズ田中だけ押さえたのね。<laughs> 田中2、3の説明もせずに。田中、ちょっと空いてるって聞いて、空いてますって言われて。で、田中合わせの時間で、田中が来れる時間からイベント開始してるから。<laughs> 前の仕事、田中の前の仕事が7時ぐらいに終わるから夜8時からイベントしてるのね。で、どうしようかなと思って、で、 作家の大井くんっていうのとどうしますって言ったら、もうまさつ3週間しかなんか間に合わなくないって話になった時に、作さん没企画ってなんかありますって言うあ結構ある。いろんなゴッドタンとかで、見えないからやろうとか、30分は持たないからやろうって企画あるよって言って、それ、いくつありますって言って、バーって出してみたら、それなんか面白いじゃないですかみたいな。これやりましょうよ。見えない企画をやるって良くないですかって言って、あ、それ面白そうね。やろうね。って言った時に、 見えない企画をやるときに、見えない演者じゃさ、絶対見えないじゃん。<laughs> だからもう、その、うん、見えない企画を半夜かなどでやったらダメじゃん。<laughs> だから、見えない企画をやるんだったら、田中くんぐらいの、まあ、その、何でもできちゃう人が、見えない企画に挑戦するの面白いなって,思って、じゃあ誰がいいかなと思って、その作家の多いくんと、じゃあ夢みたいに言ってみようか、つって。誰今、とりあえず企画成立屋さんって誰みたいな。 それは麒麟川島さんでしょつって。それは麒麟川島さんだけどな。あと2週間しかねえからな、っていう。<laughs> <laughs> で、あと、ハライチの岩井くんも面白いじゃないですか。今何年やってもっ、つって。うん。でも、あと2週間しかねえからな、つって書き出したのね。で、電話かけたの。そしたらたまたま全員空いてて <laughs>。で、あの、ハライチの岩井くんと、えー、麒麟川島さんと、えー、アンガールズの田中が揃ったのね。で、今、俺が思ってんのは、 見えない企画やるのもったいなくねっていう <laughs>。あ,<の笑>あと、普通にトークで良くないっていう、2時間トークで良くないっていう状態になってて <laughs>、今ながら、えっと、今見えない企画をやるかいっつって日曜日まで、一応企画の準備もしてるけど、当日オンラインで入ってみたら、ただ2時間トークしてる可能性が <laughs> あるっていう出来事なんですけど、これはまあまあ、あの、今週日曜日にあるよっていう。で、あとね、あの、コロナの自粛が明けて、 たまに外食に行ったりするじゃん。知り合いにね。まあ、さよせっかくだからコロナ開けたから、お寿司食べにましょうよって言って、誘われて。で、まあまあお寿司屋さん、多分その人にとって予約が空いてたんだろうね。で、行ったのよ。で、まあまあ、美味しくって。で、大将もさ、あの、嬉しいね、なんて握ってくれて、その、もう久しぶりに握るから。もう腕ぐんぐん振るって。で、美味しかったなと思って、 その3日後か4日後に、その一緒に行った方から LINE が来て、あの、瓶詰めの、なんかね、瓶詰めの、ただ水、すい、すい、水分がたっぷり入ってる瓶が、の、LINE にの動画が送られてきた。佐久間さんご覧くださいと。これが佐久間さんと一緒に食べたお寿司で、私の体に4日間いたアニサキスですって <laughs>。あの、信じられないぐらい、 もう暴れてるアニサキス。であの、もう激痛だったらしいんだけど、最初気づかなかったんだって。で、ちょっとコロナ的なものも体調悪いから意識しちゃって大丈夫かなと思ってたんだけど、いや、お腹が痛いから違うと思って病院行ったら、かかりつけの病院行ったら、これアニサキスで、こんなに元気なものは見たことがないと。っていうぐらい、痛かったでしょっつってその場で手術があ行われたアニサキスなんって。でね、それ大変でしたね。 その動画見てもすごい暴れてるから。で、その後日、そのお医者さんとも会ったのよ。まあ、その共通知り合いだったから。で、そのお医者さんと会ったら、佐久間さん見たあのアニサキス彼のって,って。いや、すごかったですよ。あんなの見たことないよ。つって。これさ、佐久間さんさ、こう覚えといてほしいから、今から言うこと一緒に、その、覚えてねって言われて。え、何すかって言ったら。アジサバ、イワシ、生サーモン、イカ。これ、アニサキス。え、どういうことですかって言ったら。 いや、これにいるから、これを食べるときは気をつけなきゃいけないよって意味よ。佐ンゴさんこれ、声出してよよ。<laughs> アジサバイワシ生サーモンイカアニサキスって言われて、佐ンさん言ってくださいって言われて、アジサバイワシ生サーモンイカアニサキスって何回も言わされたの。多分よっ、あ先生も酔っ払ってて。あれこれ、どっかで聞いたなと思って。アジサバイワシ生サーモンイカそれアニサキス。これ、久保塚だなと思って。<laughs> 本当に偶然よ。その年配のお医者さん知るわけないと思うんだ知ってたのかな知らないと思うんだけど。本当に偶然、みんな知ってる窪塚のインスタライブの腸活のコメント。あの、昆布、ひじき、わか部、納豆、バーン、ヨーグルトってやつ。それと全く同じトーンで、そのめちゃくちゃね、ご年配のお医者さんが、佐久間さんもう一回。アジサバイワシ、生サーモンいか アニサキスって言われて、俺それ何回も呼ばされて、もう今覚えちゃったんだよ。もう久保塚のリズムだから言えたから。<laughs> だから皆さんもね、これ覚えてください。アジサバ、イワシ、生サーモン、イカ。これはちゃんと噛まなきゃいけない。アニサキスになるから。っていう、これ今週覚えた一番役に立つ出来事っていう。これ、な、どうやら、で結局アジだったんだけど、あの、再開したじゃん、お寿司屋さんが。で、その再開のしょ直後だったから、新鮮なものを、 入れて、とにかく新鮮だったから、あの、そこに入ってた上に、あの、要は、あにサ先スも暴れるぐらい新鮮だったっていうことらしいんだけど。普通は神はいいねん。で、俺、隣の席だったの。だから、俺が、もしくは、順番で、右隣の人が食べなかったら俺に回ってきたの。順番が綺麗にいって、俺はさ、あの、クリアできたけどっていうのがあったっていう。 で、えっ、ー、と、そういう出来事があったのと、いや、違うんだよ。あの、この出来事は別に大して喋りたい出来事でもなかったんだけど、<laughs> あの、あまりにちょっと窪塚っぽかったからっていう、あのー、先週の金曜日に、あのー、あるネット記事がね、あのー、アップされたの。で、それは、えー、吉永文先生っていう漫画家の先生との対談だったんだけど、これ、俺にとってはとてつもない出来事で、あのー、なんだったらもう本当、人生で一番好きなぐらいの漫画家さんなのね、 えー、今だったら、大奥、えー。昨日何食べたもうちょっと前だったら、西洋骨董洋菓子店とか、えー、そういうのを書かれて、アンティーク書かれてる人なんだけど、これ実は2ヶ月ぐらい前にメールでオファーがあって、で、パッチって開いたら番宣経由できたから、目疑って、吉野文先生対談俺もう何回も読み返してる漫画先生だから、あの、そしたらなんかこう、メロディーっていう雑誌があって、えっ、ー、と、 女性、まあ、少女漫画とか載ってる。で、そこに、それの30周年記念対談ですっていう。で、それの第一弾で吉永先生対談してくださいって言われて、俺いろいろ考えたんだけど、実はこれ一回断ったのよ。それはなんでかっていうと、大好きな先生の前で、メロディーって雑誌は全部現役で読んでるわけじゃないから、結局知らねえなっていう風に思われたり、地雷踏んだりして、ちょっとでも嫌われるぐらいの可能性があるぐらいだったら、俺は合わないっていうタイプだから。<laughs> だから、僕は力不足だと思います。その要は、吉永先生は大好きだけど、少女漫画を読むけど、メロディーをずっと現役に読んできたわけじゃないから、それは多分他に適任者の方がいますって言って、一回ちょっと断ったの。こういうことあんの俺。あの、電気グループというか、滝さんのラジオに出る時も、一回、ずいぶん前に、あの、滝さんのラジオに呼ばれた時も、一回断ったことあんの。あって、なんか地雷踏んで嫌われたら嫌だなと思って。<laughs> 好きすぎるから。好きすぎると会いたくないのよ。ってなって、吉永先生との断ったんだけど、一回断って言ってから自信ないですって言ったら、あ、今回は、多くの、えー、最新刊が出るのが中心なんで、吉永先生の著作を全部読まれてるんだったら大丈夫ですって言われて、あ、それなら、あの、お聞き受けします。夢のようですって言って、それから一月ぐらいずっと心の中にやってさ、で、やっぱさ、一週間前ぐらいから、なんかなんつったらいいの うわ、やだなと思い始めて。わかるその、その気持ちわかる本当に大事なことがあっと、なんか、俺なんかすげえ嫌なこと言っちゃうんじゃないかなとかと思って。で、著作を読み返したりして。で、対談の前日ぐらいがそのピークが来るのよ。マリッチブルー的なやつ。<laughs> うーわ、もうだ。これ、今から断られねえかなとか思ったんだけど、とりあえず著作を読み直そうと思って、で、大奥18巻ね。まあ、ちゃんと読むとやっぱ3、4時間もっとかかるわけ。 読んだらめちゃくちゃ面白くて、面白ければ面白いほど、これの作者と対談するのは、無理だと思って。俺やっぱ断ろうと思って。<laughs> で、前日に、いや、その体調悪いことにしようかなとかと思ったんだけど、でも奥さんに言ったら、いや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 、あなたその、本当に好きじゃんって。で、私も好きだしと。嫁は俺より吉永先生が好きだね。で、いや、こんな一生好きだった漫画家さんと話せるなんってことないから、絶対受けた方がいいっつって、わかったっつって。 で、もう一回多く読み直して。3時間かかって。で、他の著作の話にもなるかもなと思って。昨日何食べたら読み始めて。十何回あるわけよ、あれも。で、読み始めて。で、他の著作の話にもなるかなと思って、あの、昔の短編集とかも読み始めて。対談集も読み始めたら、朝。<ん> <laughs> <laughs> ギンギンの状態で、えー、っと、そっから、はって気づいて、俺、自分って牛永先生の思い出をちゃんと書き起こしてないなと思って。これじゃ喋れないって、書き起こし始めて。 で、書き起こして、で、えぇ、ー、12時だったっけな。まあ、お昼から対談だったんだけど、その、10分前ぐらいから、リモートの対談だったのね。で、ズームで対談しますってことになったから、自宅のパソコンの前に座って、で、何回か入室しようとすんだよ。弾かれるわけ。10分も前だから。<laughs> <laughs> <laughs> 弾かれつつ、あのー、2分前ぐらいでも絶対先に入りたいと思ったから。カチカチってって入って。で、入って待ってて。 そしたらパパパパパって出てくるんだけど、あのー、女性がね、何人か。よく考えて吉永先生って顔出ししてないから、誰が吉永先生か分かんなくなっちゃえ、誰なんだろうなと思って。<laughs> あの、みんな大体同い年ぐらいの女性なのよ。で、うーん、つって、う,んも,うもう、もう、どうしたらいいのもう,もうやめるみたいな <laughs>、みたいな状態だったんだけど、<laughs> そしたら、あの女性が、一人の女性が、あ,あ、どうも。 えっと、編集者の誰々ですと。ああ、編集者のね。はい、消えたと思って残。残りの二人だと思って。<laughs> で, <laughs> で、あの、大丈夫、佐久間さん。あの、喋りづらいでしょうから、あの、対談になれ始めたら、私たちはビデオオフにしますから、つって。で、それで、えー、吉永先生対談してくれって,ってあ、みんな見てんのね、って,って。もうそりゃそうだよ。わかりました、つって。で、えー、ビデオがオフられて、パパパパ,パって来て、吉永先生と対談になって、で、 もう最初にさ、まずさ、やっぱ嫌われたくないから、俺がどんなに好きかっていう話をちゃんとしようとメモにも書いてあるから、思い出と。で、それを語ろうと思って、いや、僕が初めて、吉永先生の著作を園団体も大学生だと思います。えー、まあ、この本から読み始めて、そっから同時にしも読みましてですね、えー、この本を読んで、 えー、フラフオブライフっていう漫画ではこのセリフに影響を受けまして、あとは、えー、子供の体温って漫画にあるシフォンケーキを作ったこともあります。それと、昨日何食べたの、えー、中にある、えー、パウンドケーキ、これを僕は作って、堂本強しくんの誕生日に送ったことがあります。で、えー、最近も、えー、この対談の前日も昨日何食べたの、唐揚げを作って、実家のやつですよ、唐揚げを作って食べました。気づいたら10分、一人喋り。<laughs> <laughs> 一番ダメなやつ、対談で。吉永先生にほぼ喋らせない。<laughs> 自分がどんだけ子参加かというアピール。本人に。<laughs> あ、ありがとうございます。<laughs> っていう。はあ、それはありがとうございますって。どう考えてもみんな先生の話が読みたい。<laughs> 聞きたいの <laughs> なのに、対談相手で引き出さなきゃいけない俺が自分の熱い思いをただ語り続ける冒頭。で、うわっと思って。 うわうわうわと思ってみても、吉永先生優しいから、そんなに、私がその、最初の頃から支えていただいた女読者の方に嬉しいですよ。ほら、ほんと嬉しいです、みたいなこと言ってくれたから、あ嫌われてはないと思って <laughs>、で、と思って、そっからちょっとある程度リラックスして喋れたのね。で、結局、90分くらい話したのかな。で、まあまあ話としては面白かった。後半、息統合したのもあって、それはなんかというと漫画を描いてるし、俺もテレビ作ってるけど、あの、 どっちかっていうと、ソフトの受け手としいや漫画の読み手の方が大きいから、あの、多分書かなくなっても一生読み続けますよね、みたいな話で意気投合して、それ良かったんだけど、まあ、とりあえずそれで終わったのよ。うわ、終わった、と思って。もう考えたくないと思って。で、一週間後に記事が送られてきたのね。原稿がね。土着物が出たんだけど、あの、普通の対談よ。 一万二千字。<laughs> ロッキンオンジャパンの野田洋次郎インタビューよ、これも。<laughs> あの、反省語るやつ。<laughs> あの、反省語って、なんか、音楽と出会ってから、あの、最新アルバムまでを語る長さなのよ。で、その対談で、わ、これ世に出んのか、と思って。しかも冒頭の俺の10分に近い喋り、そのまま乗ってんのよ。<laughs> <laughs> あこれも出るの。ウェブの強さね。カットしなくて出ちゃうから。で、それ全部出るのね。あ、出るんだと思って。でもまあ、俺からカットしてくださいはおかしいから。間違いだけ訂正して、もう全然もう大丈夫ですって言って、ノーカットで出ることになって。で、気が気じゃなくてさ、久々にやらかしたんじゃないかなと思って、先週の金曜日に、まあ、出た。出ましたってメールが来たから、それはも、もちろん当然の義務として告知のツイートはする。 そっから普通だったら自分の作った作品とか、エゴサーチとかしちゃうんだけど、もうとりあえずやめて、怖いから。反応を見るの全部やめて。で、もうパソコン閉じて、会社で、えー、仕事のもうしようと。仕事に没頭しようってメール開いたのね。そしたら、まあまあ、同期の女性。まあ仮にじゃあ、鈴木ってしようか。同期の女性、鈴木からメールが来てたのね。システム系の人で、俺と全く仕事と関係ないから、 普通にメールなんか送ってこないのよ。同期って言ってもさ、全然違う部署だから。そしたらその同期の、え、鈴木からメールが来て、カチッて開いたら、びっくりマークがたくさんあるメールが来て。吉永先生、吉永文氏との対談読みました。羨ましいびっくり。ただひたすら羨ましいびっくり。大奥終盤ですね、びっくり。泣ける。なんで死ぬ。死ぬ。あたし死んじゃう。って思いながらメロディ、迷子を読んでます。佐久間、ありがとう。 <laughs> いつか、山下和美先生と対談することがあったら、山下邸に行くことがあったら写真いっぱい撮ってきてください。オタクのメールなのよ、もう。あと、ちょっと意味がわかんないのが、あの、山下先生と対談することがあったら山下邸に行ってくださいってね、これで説明すると、山下和美先生っいう漫画家の人がいて、その人は、あの、ランドとか、不思議な少年とか書かれてる、これもすごい漫画家のさんなんだけど、 漫画のオタクの間で言うと、スキヤ作りのすごい有名なマンあ,、ね、あの自宅をお作りになってて、それ漫画にしてるぐらいの人で、だから漫画オタクの中の夢の一つが、山下和美先生の自宅に行くことなの。で、佐久間だ。今、吉永先生と繋がれた佐久間だったら、山下先生のいた自宅にも行けるんじゃないかと。そしたら写真を撮って私に送ってきてくださいってメールなのよ。関係なくね <laughs> <laughs> で、 ああってだけ返信して、ものすごい熱量のお得のメールが来たから。で、うわあでも吉永先生ってやっぱこのぐらい影響力あるんだなと思って、あ、山下先生ってあれだ、天才柳沢教授の生活とかもそう。有名な漫画で言うとね。まあ,あ、今ランダムめちゃくちゃ面白いけど。で、家帰って。家帰って、まあ、えー、飯作って。で、その日奥さん遅くて遅く帰ってきて、奥さんがたまたま俺の飯を食いながら、あの、吉永先生の対談読んだんだけどって。おうおどうしどうしたどうした。 いい対談だったって言ってくれるのかなと思ったら。なんかさ、私の記憶とあなたの記憶をごっちゃにして自分の記憶にして喋ってるよね、つって。あの、昨日何食べたのレシピは確かにあなたが作ったけど、えー、シフォンケーキは私が作ったんじゃありませんかって言われて。<laughs> もういいじゃんって言ったんだけど、吉永先生そこ誤解されたくないし、あなたは私の記憶を奪った。記憶泥棒だったよって言われて。<laughs> もうさ、嫁もオタクだからさ、吉永先生に自分の手柄が取られたみたいになって。いや、それはもう夫婦の思い出じゃんって言ったら、夫婦の思い出とかじゃない。資本ケーキは私が作りましたって言われて。<laughs> 久しぶりの、めちゃくちゃな夫婦喧嘩 <laughs> <laughs> うん。それでね、でね、ちょっとだけ話させて、夫婦喧嘩したのよ。夫婦喧嘩して、やっぱ夫婦喧嘩したら大体リビングに居づらくなって自分の部屋戻るのは旦那じゃん。で、<laughs> あのー、まあ、俺が悪いのよ。俺が悪いんだけど、さも、なんか、あの、痛み分けだな、みたいな顔して、自分の部屋戻ったの。いや、もう、まあ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 、一回、一回、冷やそう。つって、<laughs> 自分の部屋戻ったので、自分の部屋戻って、パソコン開いたら、あのー、会社のメールなど、あの、に、知らない名前からメールが来たのね。まあ、仕事していいの、え、どん,どんどれだろうと思ったら、サイバーセキュリティの佐藤です、仮ね。サイバーセキュリティの仮佐藤ですって来て。 え会社の人なの会社の人だから俺のアドレス知ってて、それで送ってきたの。え誰誰っつって。し全然人たくしくない部署の先輩か後輩かわかんない人から。しかもサイバーセキュリティからメール来たから、その、乗っ取られたのかなと思って。えど、どうなんだろうと思ったら、カチって開いたら、サイバーセキュリティの里です。仕事以外のメールで失礼します。 コミックのあたりの吉永先生との対談、拝読させていただきました。吉永作品の熱烈のファンだったと知り、さすがの守備範囲の広さ、驚きました。吉永先生の作品では、西洋骨董洋菓子店が好きです。ララは創刊号から読んでいた世代なので、対談中に出てきた日渡り関先生や、五木夏実先生の作品はリアルタイムで読んでおりました。オタクからのメールなんて、<laughs> <laughs> 初めましてなのよ。で、 いや、だから、まず、誰か知らないからって、同じ会社の人かもしんないけどって思って、準備できない心があった続きがさ、吉永先生が挙げてらっしゃった、非いずるところの天使、綿の国星、ガラスの仮面、赤い牙、スケバンデカ、パタリロ、エイリアン通り、ツーリングエクスプレス、すべて私読んでおりますって書いてあって、もうその圧がすごいのよ。その、俺も、俺も読んでるけど、待ってくれ待ってくれって、溺れそうだよと思って。佐久間さん。 吉永文先生の対談、本当に素晴らしいと思います。さて、現在は、山下和美先生のランドにハマっていますって書いてあって、えこいつもと思って、呼び進めたら、山下先生との対談、スキヤ作りのご自宅を訪問するときには、ぜひぜひ教えてください。<laughs> お写真欲しいですって書いてあって、嘘だろうと思って、オタク同士のそのさ、あの、シンクロしてんのよ。 で、全く同じじゃん。俺の同期のさ、あのー、ま、あ仮名の佐藤と鈴木がもう同じにぶつかって、で、厚かましいお願いだとは重々承知しております。しかし、周りに少女漫画好きが少なくて苦労してますゆえ、どうかご容赦ください。って書いてあって。いや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 、お前らが友達になるよって。<laughs> 山下和美オタクだからね。<laughs> あの、多分この二人、吉永文先生のオタクでもあるかもしれないけど、多分どっちかっていうと山下和美先生のオタクだからね。<laughs> あと、あのー、これを聞いてる人で、山下和美先生にツテがある人、俺家行きたいです。<laughs> っていうことがあったのと、この後、これは本当おまけなんだけど、 対談終わってこのメールもらった後、あ、大奥の最新刊買ってねえやと思って俺クリックして買って買ったんだけど、家になぜかあの多分それでもアップアップになってたんだろうね。あの、クリックが何回かしちゃった上で2冊買ってたんで1冊余ってるんですよ。だからあの、今日視聴者プレゼントさせてください。<laughs> 大奥の18巻のみ。<laughs> のえー、プレゼントさせてくださいっていう。えー、メール来てます。岐阜県ラジオネームシャープー。 三宅さんのツイッターでのツイートですが、佐久間さん一点訂正です。LINE ラ,ライブのリレーイベントですが、48時間はキリが悪いので50時間にしてます。頑張りましょうって書いてあります。応援してますって。ちょっと待って。いや、ちょっと意味わかんないんだけど。意味わかんない。え、じゃあ38人しか生徒いないから、38時間配信だと、2日っていう、その、キリが悪いから48時間にしましょうっていうメールをもらったの、俺は。それにも反対してんの。 なんでこいつ50時間にしてんの <laughs> え、なんなのこいつジゲーム、ジゲームみたいになってんだけど、<laughs> あの、勝手に伸ばすね。え、こいつ最終的に100時間にするよ、こいつ。<laughs> なんでも伸ばすんだよ。このまま行くとさ、おじさんだけで12時間やってきゃいけないけど、それはもう、おじさん配信なのよ。<laughs> おじさんのラインライブ、週末のおじさんのラインライブはもう、もう辛いのよ。ほんと。なんなんだよ。 あと、ラジオ聞いてんじゃねえよ、みやけ。えー、続きましてメール。えー、テーマメールですね。ラジオネーム、アゴンヌ。昔、母と一緒に遊園地へ行った時、アトラクション待ちの列で、前にいたカップルが、イチャついた勢いで持っていたコーラを母の服にかけてしまい。ここはあなたたち二人だけの世界じゃないから、と母は怒ってしまい。相手の女性もイラッとしたのか、そこから口論になり、私が泣き始めたところでバンが来て、 全員同じトロッコに乗らされました <laughs>。あんな気まずいトロッコ二度と乗りたくないです。ああ。そうか、遊園地のね、トロッコとかそういうやつって、あの、二人だったら単席になってなんかたい四人席とかになるもんね。ああ、わかる。<laughs> 最悪だな。ああ。 あのー、サイの河原はですね、もう結構まあまあバズってるから知ってる方も多いと思うんですけど、詳しくは説明しないんで、YouTube にある曲です。コメント欄とか見ないで YouTube で曲を聴いてみてください。えー、メールが来てます。ラジオネームずっとインフェルノ。 福岡出身の僕が遊園地と言われて思い浮かぶのは、以前北九州市にあったスペースワールドです。ああ、はいはい。2018年の元旦に閉園してしまったのですが、閉園イベントとして、最後にジェットコースターの座席に花火をセットして走らせるというクレイジーなことをやってました。あれは振り切ってると感じました。<laughs> 何の意味があるんだよ。ジェットコースターに花火セットして、ババ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 っていう。面白いな面白い面白い。 そうよさっきのあの爆発音なんかもうツイート出て,てるみたいだけどでっかい流れ星だったんでしょなんか今映像がもうよなんかネット上に出てるみたいだけどとんでもねえ流れ星だったよおめそれもみんな見てみてくださいえーメールラジオネーム花はな,はなコロナの影響でどこも営業が中止となっていましたがオランダにあるワーリビホーランドという遊園地では 休業期間、ジェットコースターに22匹のテディベアのぬいぐるみを乗せて走らせるという奇妙なことをしていました <laughs>。ちなみに高速で5回転宙返りさせられた熊さんがぐったりする動画、YouTube にアップ、YouTube にアップされています <laughs>。どういう、どういうことだよこれ <laughs>。実験かなんかなのかなああ、なるほどね。はいはい。えー、続きまして、ラジオネーム、君を。 イギリスのディッカーランドという遊園地は、銃器がメインテーマだそうで、ショベルカーをガンガン操作できるそうです。うわ、これはもう、男の夢だなショベルカー操作するって本当夢だよね。やりたい。へえ。ー。銃器がメインテーマの、ちょっと調べてみようかなこれ何が違うんだろう。銃器がメインテーマって、あと何があんのあの、鳴らすやつとか。 キャラになったり、ああ、そういうキャラになったりしてるってことあ,あの、ショベルカーのタンクローリーのなんとかくんとかそういうことへえ、面白そうだな。メールが来ております。ラジオネーム、頑張れないや。佐久間さんも以前、禁煙のきっかけを奥さんの記憶泥棒しましたよね。常習犯ですか <laughs> <laughs> いや、いやいやいや,いやあ、まあ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 、2回目だな。でも、その、もう、 さあ、あの、付き合って17年、結婚して15年ぐらいなのよ。それもごっちゃになることもあるでしょ、15年前のこと覚えてる、ちゃんと。えこれだからさ、たまにさ、会社のね、全然関係ない人が、うちの奥さんも同じ会社なんだけど、廊下ですれ違って、なんかまたよ、言ってたよみたいな告げ口する奴がいるから、そいつがいるから言うよ、ね、もう余計なこと言えないんだよ。<laughs> 言えないんだけど、まあまあ、奥さんもあるのよ。俺の記憶がね、それ俺じゃないみたいなのがあるから。 夫婦ってのは痛み分けですから、これは。ただ、確かに、え、こう、あの、対談に乗ってる子供の体温っていう漫画に出てくるシフォンケーキを作ったのは、僕と言ってますが、僕じゃありまく、なくて、多分妻です。これだけはもう間違いありません <laughs>。謝罪しておきます。はい、すみません。え、福島県ラジオネームあるある。 ディガーランドですが、重機を使ったアトラクションの種類がたくさんあり、タイヤを掴んだり、ボーリングのピンを倒したりする、あ、楽しいアトラクションがあるそうです。ええー、タイヤ掴んだり、ボーリングのピン、ボーリングを重機で倒すのも最高じゃん <laughs> <laughs> うわこれちょっと調べてみよう。もうちょっと映像を見てみたいわ。これは面白そうだなえー、ラジオネーム、ガグビー。ストリートのバスケゴールにネットがない理由ですが、 雨風で劣化した時に、それで怪我したりとか、イチャモンつけられないために、最初から外してるって聞きました。あ,あ、そうなんだでもネットなしでシュートしたら、勢いがネットで吸収されないから、リバウンド取るのめちゃくちゃ大変なんですよね。へえ。ー。そうなんだ。あれなんかなんか最近の若林くんのインスタでなんかバスケやってたな。若林くんがまたストリートバスケやってるの一人で。でなんかね、あのー、 一人でと多分撮ってると思うんだけど、えっ、ー、と、なんか勝手にスリーポイントシュート3本決めたら家帰れるっていう、家かまあ、サーリーポイントシュート3本決めるまで帰れませんっていうルールでずっとやってると。<laughs> で、一人で夜やってる動画があったから、多分それ見てみたら、あの、ついてるかどうかわかるな、ネットが。えー、ラジオネーム訳ありキャベツが安いわけ。佐久間さんこんばんは、大奥18巻欲しいです。ちなみに、ボボボボ、ボボボは、 吉永ふみさんの作品ですか <laughs> 違います。違います。吉永先生の作品はもうちょっとだけ繊細です、多分。<laughs> 鼻毛神経は出てこないです。<laughs> はい。<laughs> ボーボボもね、ボーボボも面白いけどね、めちゃくちゃ面白いけどね、ドンパッチとか出てきません。<laughs> あの吉永ふみ先生の作品には。 テレビ東京の佐久間です。では、メールを紹介していきましょう。ラジオネーム、赤い狐と緑のプレデーター。佐久間さん、ボボボボ,ボ,ボ,ボ、ボボボ、ボーボボというとき、ボボボーボ、チンポポという言葉は飲み込みましたかうん。え、俺そんなこと言ったっけ言ってないよ。俺言ってないよね、多分ね。<laughs> えうん。それって3時代の話でしょ <laughs> もう日本放送も南海放送も西日本放送もいないから。もう <laughs> あ,あの頃の <laughs>、 言葉も、この時間帯、まあ、そうだ、この時間帯認めても大丈夫だ。もう流れてねえから。言った。<laughs> 言った。チンポポって言ったわ。ごめんごめん。忘れてくれよ、えー。福岡県ラジオネーム牛乳ベア。佐久間さん、スペースワールドは、閉園イベントでジェットコースターに花火を乗せて走るなど、なかなか無茶苦茶なエピソードだけではなく、実は感動的なエピソードもあります。スペースワールドは2018年に閉園したのですが、 閉園間際に実際の星の命名権を取得して、スペースワールドと命名しており。へースペースワールドの最後のポスターには、またいつか別の星でお会いしましょうと書いてあります。北九州のスペースワールドは閉園してしまいましたが、417光年離れた宇宙に、まだスペースワールドは存在しているのです。へえ、ロマンある <laughs> ちゃんとしたロマンある。あんな、く、さっき見た映像、く、超クレイジーだったよ。あの、花火を持ってで、やる、あの、さ、ジェットコースターの裏にあるスペースシャトル <laughs> ほんと、トンチキな映像だったけどな。えこれはこれですごいかっこいいじゃん。え京都府ラジオネーム、ダメリカンドックス。関西には、近畿大学の大阪のユニバといえば近代野郎。 という、わけのわからないポスターがたくさんあってあります。<laughs> え、どういうこと大阪のユニバといえば、近代野郎ってどういうことまあ、大阪のユニバーシティっていうことは大学ってことね。大阪のユニバと言えばい近代野郎 <laughs> うーん、そうなの大阪大学とかもいろ,いろいろあるね。あるしね。もっと上手いこと多分言えるはずだと思うけど。<laughs> へえ、大阪のユニバはユニバだからね、大体。大 <laughs> 体。えー、ラジオネームカフェオレの王子様。遊園地といえば、やはりジェットコースターですが、世界最強とされているジェットコースターは、アブダビにあるフェラーリが全面プロデュースしたものらしく、 F1 マシンに時速約240キロまで加速。体重の4.8倍もの重力が一気にかかるそうです。ちなみに国内最速はドドンパの時速172キロです。ドドンパか。ドドンパ怖くて乗ったことないわ。ある俺はない。俺は富士急で、あ、俺はもう絶叫マシンっていうものを、は無理なんだな。 怖いって言っていいんだなって言ったのはもう思ったのは藤山だもん。それまでは友達との間のさ、あんじゃ生きる、生きるまではいかないけど、あんあまあまあ大丈夫大丈夫みたいな感じで他のやつ乗れてたんで嫌だったんだけど。でも藤山乗った時にもうこれは嫌だなって言っていいんだなっていうのを思った。これでもドドンポの日じゃないよね。172キロって240キロでしょ ?240 キロ。<laughs> え、<laughs> 体重の4.8倍の重量が一気にかかる。下手すると首の骨折れるやつだもんだってこれね。<laughs> へー。訓練がいるよね絶対ね。<laughs> G がかかりすぎて。へー。え続きまして、京都府ラジオネーム紙パンツドキドキ。私が行ってみたい遊園地は、アベンジャーズキャンパスというカリフォルニア、パリ、上海にあるディズニーパークに建設されている施設へー。カリフォルニアでは、 既存のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのアトラクションに加え、スパイダーマンをテーマにしたサードア,ラアトラクション、アントマンワスプをテーマにしたレストランがオープンするらしいです。絶対楽しいに決まってますし、これはもう絶対行きたいです。<laughs> <laughs> ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのアトラクション、グルートとかいるわけでしょスパイダーマンをテーマにしたアトラクション、まあまあでもこれはあれか、USJ の中にもあるしね。 そっかそっかそっか。マーベルスタジオはみ、大体アイアンマン体験したいじゃんだって。まず。ね体中にシャキンシャキンシャキンってついてくれるやつがあるんだったらもう、あとはだから、USJ のハリポッターみたいなやつのアイアンマン版乗りたいよね。あれとかだったらもうすげえ楽しそうだもんなああ、引き続きえー、まだまだメールが来ております。えー、長崎県、ラジオネーム、ばあさんたまにはあんたがしばかり言ってくれ。 大阪のユニバといえば近代野郎で有名なポスターの中には、中では学生賞のことを年間パスと呼んでいます。<laughs> うーん正直ね、正直言う、ダセ。<laughs> あの、例え方がダセ。<laughs> 面白いけどな <laughs>、えー。続きまして、えー、ラジオネーム12時間寝たい。佐久間さんは無意識に記憶泥棒をしてしまうので、もしかしてチンポポって言ったのは奥さんじゃないですか <laughs> あ、はあ、綺麗なチンポポって言わないよ。言わないだろ。<laughs> 言わないどころかもう絶対に言ってないよ。<laughs> ああ、俺なんであんなこと言ったんだろう。多分ね、今日ね、いろんなことがあってね、全く髪を取れずにここに来たからで、幻覚的なものを見たんだと思うんです、僕は。幻覚を見たんですよ、チンポポの。<laughs> えー、続きまして、ラジオネーム、それいけ残飯パンマン。 近畿大学のポスターは、ここ何年か変な感じなのが多く、先ほどユニバのやつは、2018年のもので、2019年はデカデカと、近代は万博だ、と書かれ、そこにマグロが太陽の遠いのように突き刺さり、その前に巨大なマンモスがいるデザインです。佐久間さん、俺近代心配です。面白えな。 全然もう本当に、遠くの人から、多分、近代が心配されてるけど <laughs>、えー。えラジオネーム、日本で最もおかずにされたおじさん。フェラーリのジェットコースターに乗ったアメリカ陸軍の人は、乗り終えた後、どんな訓練より辛かったと言ってる。<laughs> <laughs> なんだそれ。なんなんだよこれ。あー、なるほどね。こんない、いつか行ってみたいな。えー、下半期。 始まりました。えー、いいスタートが切れたのかどうかわかりませんが、えー、とにかくラジオをね、これからも毎週毎週楽しんでやりたいなと思いながら、あとは、いつ青春高校のドラマとかができるのか、<laughs> あの、エンタメも復活してきたんでね、その話もたくさんしたいなと思っています。この後4時半から上柳正彦朝原家です。ぜひお聴きください。やろうども、港に別れを告げろよ、よそろ。テレビ東京の佐久間信行でした